皆様こんにちは、ハートマギターズ3人石川でございます。今日ご紹介しますこの楽器、ジャックスピラというオーストラリアのメルボルンで製作されている、ハンドメイドの楽器でございます。こちら、ジャックの楽器の中ではちょうど中間くらいのサイズ感に位置する楽器になっておりまして、JS の、3という、モデル名ですね。3にカッター用の C が入って JS3C という形で紹介されております。一番こう、なんでしょうね、日本人にとっては持ちやすいサイズ感になっておりまして、スケールが 645mm、で横幅が、こちらが16インチサイズですね、400mm 幅という形になっております。でシトカスプルースの、こちらがインディアンローズサイドバックっていう、一番こうウッドマテリアルとしてはスタンダードでベーシックな組み合わせになっております。この楽器の特徴の一つである、インレイワークですね。ジャックのインレイワーク非常に特徴的なんですけども、こちらの名前が、ケルティックドッグという名前になっております。どういったものかと言いますと、まあ、ケルト、まあ広く言えばアイルランドとかスコットランドとかそちらの方の伝統的な、模様の一つではあるんですけども、犬が自分の尻尾をこう追っかけ回している様を表していると言われております。でそれが何を意味するかというと、やっぱりそのぐるぐる回る様、輪廻転生を表していると言いまして、非常にこう少しあの意味の深い部分を持たせて、こう楽器のやっぱりこうですね、行く末というか、より長くこうずっと使っていただけるような形っていうのも、表現しているのかなっていうところではありますけれども、非常に見事な、仕事がされてるんですけども、これをやはりジャックさん仕事が早いので1日半で、仕上げてしまうという素晴らしい仕事ぶりでございますね。はい、でこちらネックの方にも入っておりますが、同じモチーフでちょっとこう裏側にもワンポイントでバック側にもケルティックドッグのインレイが入っております。これらを合わせて本当にこう1日半で仕上げてしまうというところで、まあなんでインレイのオプションの値段も非常に良心的な価格になっておりますので、ぜひあのご自身の楽器をオーダーしたいっていう際には、デザインの方もリクエストしていただければ、まあ、ここに、上がってないデザインだけでも、まあ、基本的にどんなデザインでも作ってくれますので、まあ、細かく打ち合わせして楽しい楽器制作ができればと思いますので、よろしくお願いいたします。